山岡万之助4月12日昭和43年6月22日は、日本の法学者、哲学者、法学博士、日本大学第三大総長、初代総裁、貴族院議員。明治9年4月12日、長野県諏訪郡港村の農家、小坂鶴吉の次男に生まれる。生後すぐ母方の山を家に、席だけ入った。 港村神城高等小学校を卒業後、農業の手伝いや製紙工場で働く傍ら、小学校時代の先生に、歓学の教えを受けた。明治29年に上京し、東京簿記専修学校に入学。翌明治30年、日本法律学校入学。明治32年、日本法律学校卒業。第1回半事件児童養試験合格、司法監視法となり。 浦和地方裁判所熊谷支部検事局に勤務。明治34年、第2回版検事登用試験に1番で合格。当時の官報は5、東京区裁判所判事となる。明治39年、東京地方裁判所判事。日本大学最初の留学生としてドイツに留学する。ミュンヘン大学、ライプツィヒ大学、ベルリン大学で学ぶ。明治42年に、 ライプツィヒ大学からドクトルユリスの学位を受領し、帰国。明治43年、東京地方さらに日本大学教授に就任する。大正2年に日本大学学館、大正3年には司法省参事官にそれぞれ就任。日本大学では、大正5年に理事に就任し、翌大正六年宗教科を設置。大正八年には日本大学より、 法学博士号を受ける。大正12年11月、学長に就任。昭和8年3月、日本大学第4中学校校長に就任退任。同年10月に、日本大学第3大総長となり、昭和12年2月には、日本大学初代総裁も兼ねた。一方管理としても、大正9年に、司法省大臣官房保護課長、大正10年に、司法省審査委員。 同省監獄局長となり、大正14年には小川平吉司法大臣のもとで治安維持法の原案作成にあたった。昭和2年には内務省警保局長となり、3.15事件で検挙の元締めを務めるなど赤狩りの権威と評された。昭和4年には貴族院直選議員となり、昭和6年には東京弁護士会会長に就任。昭和7年、 関東長官を最後に退官。昭和9年、君一等随法省を受ける。同年日満放送協会会長に就任。昭和15年、大日本講和同盟理事長。戦後は、貴族院議員を辞職し、ついで公職追放となり、昭和21年に、日本大学総長、総裁を辞任するが、昭和26年追放解除。昭和27年に、 日本大学名誉総長となる、昭和31年の参議院議員選挙に自由民主党から立候補するも落選した、昭和43年死去13未を追贈された、など、ありがとうございます。